今日は障害のある方々への文部科学省の支援のあり方について私の考えをお伝えしたいと思います。知っての通り、安倍内閣は1億総活躍社会の実現を掲げて政策を推進しており、文部科学省もまたその1億を担っています。日本1億総活躍プランによれば、1億総活躍社会は女性も男性もお年寄りも若者も、一度失敗を経験した方も、障害や難病のある方も、家庭で、職場で、地域で、あらゆる場で誰もが活躍できる、いわば全員参加型の社会とされています。女性やお年寄りが活躍することはもちろんですが、私は衆議院議員として、そして厚生労働大臣政務官、文部科学副大臣、文部科学大臣としての職責を通じて、かねてより障害のある方々がこの日本の社会でどうしたら夢や希望を持って活躍していくことができるかを考えてきました。特別支援教育は文部科学省の障害者施策の中で代表的なものです。先日、国会の合間を縫って都内の特別支援学校を視察してきました。知的障害のある高等部の2年生の男の子が企業への就職を目指して化粧品の箱詰め実習に熱心に取り組んでいました。授業は楽しいですかと声をかけると、友達とコミュニケーションを取りながら仕事を進められるところが楽しいですとはっきりと答えてくれました。就職の希望が叶い、社会で活躍してくれればと思います。また体育館では重い知的障害と身体障害のある女の子と出会いました。高等部の3年生で今年で学校を卒業しなければなりません。保護者によれば、先生方のご努力もあり、とても充実した学校生活を送ることができているとのことですが、その一方で女の子の保護者から卒業後のことが不安で、留年すれば学校に残れると切実に思うところがあると発言があったのが心に残ります。障害のある彼らは学校を卒業した後、今のように充実した生活を送ることができるでしょうか。事実、保護者との懇談会の場ではほとんどの保護者から卒業後の不安が聞かれました。私は今後の文部科学省の障害者施策として、次の3つのことを柱にしていきたいと考えます。1つは、文部科学省としてこうした保護者や生徒自身の方々不安にきっちりと寄り添っていくということです。障害のある方々が学校卒業後も含め、一生涯を通じて豊かな人生が送れるようにしていかなければなりません。2つ目は、障害のある方々にこそライフステージに応じてそれぞれの個性や能力を発揮して活躍していただくために、文化やスポーツをも含めた障害学習施策の充実が必要だということです。そして3つ目は、特別支援学校はこうした障害学習活動の拠点であり、心の支えとして卒業生の真の母校にしていくことが重要であると考えています。私としてはこうした観点を今後の施策の柱にしていきたいと考えており、過日2つのタスクフォースを立ち上げました。一つは、義家副大臣を主査とした特別支援総合プロジェクトタスクフォースで、障害のある方々が学校を卒業した後の生涯を通しての総合的な支援について検討を指示しました。もう一つは、水落副大臣を主査、田野瀬樋口両政務官を主査代行とする障害者スポーツ推進タスクフォースで、障害のある方々の社会参加、生きがいづくりの観点から、特にスポーツ活動に着目し、民間企業を含めた社会全体の力で推進していくための方策を検討するよう指示しました。まず、特別支援総合プロジェクトタスクフォースにおいては、厚生労働省や特別支援学校の校長会からもメンバーに加わっていただき、この1ヶ月間の間に関係者からのヒアリングを重ね、一定の結論を得ることができました。結論を一言で言えば、
文部科学省が所管する分野における障害者施策の意識改革と抜本的な拡充です。それぞれのライフステージに応じて必要な教育の場を確保していかなければなりません。行政はこれまで障害のある方々に対して18歳で学校を卒業するまでは特別支援教育をはじめとする学校教育施策によって、学校を卒業してからは福祉政策や労働施策によってそれぞれ支援を行ってきました。文部科学省は学校教育以外にも障害学習、文化、スポーツといった人間が幸福で豊かな生活を追求していくために不可欠な行政分野を所掌しています。障害のある方々を含め全ての人々があらゆるライフステージで夢や希望を持って生きていけるよう、厚生労働省とも連携しながら政策を進めていくことが重要です。次に、障害者スポーツ推進タスクフォースについてです。スポーツや文化の分野において障害のある方々が健常者と変わらず恩恵を受けられるように文部科学省の施策が展開されているでしょうか。先日、リオ大会の銀メダリストや特別支援学校の生徒を交えてボッチャの試合を楽しむ機会がありました。パラリンピアンや生徒たちが目標となる白いボールに手玉をピタリとつけるたびに歓声が上がりました。生徒たちは部活動でボッチャに励んでいる選手ですから、憧れのパラリンピアンとの共演はさぞかし嬉しかったろうと思います。そして学校を卒業した後もパラリンピックを目指して、あるいは趣味としてボッチャを続けていくのではないかと思います。スポーツにはする人も見る人も支える人も全ての人の人生を幸福で豊かにする、豊かなものにする力があります。彼らのように障害があってもスポーツを楽しんでいる子どもたちが学校を卒業した後も同じようにスポーツに取り組めるようにしなければなりません。パラリンピックは2年前から文部科学省の所管になりましたが、ロンドン大会でもリオ大会でもパラリンピックがオリンピックと同等に注目されており、パラリンピックの成功なくしてオリンピックの成功なしと言われています。こうしたことから先に述べた障害者スポーツ推進タスクフォースを立ち上げ、ちょうど中間報告をまとめたところです。ポイントは2点です。1つ目はパラリンピックだけでなく障害者スポーツ全体への支援が必要であること、2つ目は行政だけでなく民間企業を含めた社会全体による支援が重要であるということです。スポーツを楽しむ障害者はパラリンピックやスペシャルオリンピックス、デフリンピックといった国際大会を目指すトップアスリートだけではありません。多くは特別支援学校や学校卒業後も趣味としてスポーツに親しむ人々です。障害の種類や程度にかかわらず誰もがスポーツに親しめる環境を作ることが必要と考えています。2020年に全国の特別支援学校を舞台にスポーツや文化の祭典を開催するスペシャルプロジェクト2020の活動がすでに動いていますが、これに加えて障害者スポーツ全体への支援策を考えていかなければなりません。そのためには今後のスポーツ行政において障害者スポーツ政策に重点を置き、スポーツを行う場の確保、スポーツ施設のバリアフリー化の推進、指導者やボランティアをはじめとした障害者をサポートする人材の確保の取り組みを推進することが必要です。そしてこのような障害者を応援するための場と人材を整備することは、高齢者や女性も含めた社会の多様な構成員がスポーツに親しめる環境の整備につながります。また障害者スポーツへの支援については行政だけでなく民間企業を含めた社会全体による支援を充実 していくことが重要です。タスクフォースでは約80の障害者スポーツ団体にどういった支援が必要かニーズを調査しました。
今後、副大臣や政務官、スポーツ省の幹部は、民間企業への協力を求めるべく、営業活動を積極的に進めていただき、スポーツ団体のニーズと支援をする民間企業をマッチングして、具体の支援につなげていっていただきたいと思います。このようにスポーツ分野では具体的な施策が動き始めています。私はこのような施策をスポーツのみならず、生涯学習や文化などの分野も含め、文部科学省全体で積極的に展開していきたいと考えます。このため、1月から生涯学習政策局に特別支援総合プロジェクトチームを置きます。このチームはいずれ、課や室として恒常的な組織とし、文部科学省が障害のある方々を全てのライフステージでサポートする仕組みづくりを、省全体で総合的に検討できる組織になってほしいと考えています。まずはこのチームで、学校卒業後の障害学習、文化、スポーツに関わる障害者のニーズを十分に捉えながら、平成30年度概算要求や制度改正も視野に、全省横断的な障害者施策の企画立案を進めてください。私からの講話は以上です。